皆さんこんにちは、さきです。そしてハローです。今回はハロウィンということでイカゲームのコスプレをしてみました。イエーイ。じゃーん。456番067番です。はい、ということで今回はイカゲームに出てくるゲームで3本勝負をしていきたいと思います。イエーイ。詳しくはこのイカゲームのスタッフの方からお話を聞いていきたいと思います。それではよろしくお願いします。はい、喋っていいスタッフなんですか、はい、今回特別扱いです、はい、勝ったらやっぱイカゲームと同様巨額の賞金もらえるんですよ。えなんかどういうこと言った？お金のわけないだろ。なんだよじゃあ。ハロウィンだからお菓子山盛りだよ。トリックアトリート。ただし負けたらあ最悪なんだけど。バイバイバイ。だからしようかな。気をつけろ。いやもう起きてしまったからもう逃げ出せないのか。最悪だろ。はい、じゃあとりあえず大量のお菓子をかけて勝負していきたいと思います。はい、それではどうぞ。キズ先生、今からゲームをしてもらいます。まず一つ目は僕がこのゲームをするのは大間さんが転んだゲームです。おお。こちらをご覧ください。あちら。僕がコーチ東美が。いやー！あのイカゲームに出てくる人殺しロボットだ。やだー！キャー！くんな！くんな！そうです。今からだるまさんが転んだゲームをしてもらいたいと。どちらかが早く着いた方が勝ち。ただし動いたら。いやー、違うね、もうなんか死んでて死んだこいつ。勝ったぜ。こういうことになるので動かないように気をつけること。はい、ということでこの殺人鬼マシーンに早くたどり着いた人が勝ちです。はい、はい、くれぐれも動かないように。はい、はい、それでは早速ワンゲーム目やっていきたいと思います。はい、はい、お願いします。お願いします。私は絶対に勝ってやるんだからね。お母さんはこっち東だ。お母さんは東だ。お母さんは東だ。お母さんはこっち東だ。お母さんはこっち東だ。よっしゃー、勝ったよ私。お父さん、お母さん、私勝った。ということでこの勝負067は勝利です。ありがとうございます。ざま見ろ456番。ということでこの勝負はおさきちゃんの勝ちということで、よっしゃ、はい、はい、起きてください。9、8、7、6、5、4、3、2、1、早くしろ。次の勝負は型抜きです。ということで、はい、次の勝負は型抜きです。はい、こんな感じでね、型をね、先ほどおさきちゃんとハルオくんが作ってくれたんですよ。はいはい、カルメ焼き、ね、韓国版の。はい、ということで星かをちょっと2人でじゃんけんぽいで選んでください。はい、絶対ハート。俺もハート。最初はグーじゃんけんぽい。あーハートです。ハートと星の型が決まったので、綺麗に型が抜けた方が勝ちです。もし終わったら勝ちやんけ。型を割ってしまったらひー、毒で殺されるの。毒で殺します。3分間で勝負です。よーい、スタート。いいよ、見てください。ゲッチャン。ダメだ、弱い。え？キモい。やば、お前汚っ。あるよね、でも。あー、バレちゃった。あー、勝った。待って、どうしよう、どうしよう。じゃあ、それもうダメだよ。でも次の新しいハートに行かないと。はい、次の新しいハートに行きます。行きます。あー、セーフだね。セーフです。むしろ上手。じゃあ見てください、分厚くね。やばい。誰作ったの？私です。は？待って、何これ、そうなんだけど。あ、さっき彫刻刀も高いかな。持ち込み禁止だもん、それ。そうなの。いやでもね、あれよ、ズルしてね、あのライター持ってきてる人いたよ。マジ？うん。あ、はい、ありがとうございます。
ドくん終わりました。殺される。まああと1回だ。はい、もう残り時間少ないですよ。あー待って、最悪でーでー、何系なんだけど。おさきちゃん失格。なんで勝ったぞやられろ。ゼロ六七番死んだ。あということで、この勝負おさきちゃんが2つとも割ってしまったので、ハロー君はクリアしてないにもかかわらず勝ちということになりました。次の勝負に行きたいと思います。復活しろ。はい、次の勝負はこちら。はい、ということで、二度待ってどういうことですか。こうなんでいきなり渡されても分かりませんよ、私たちには。次のゲームはビー玉対決です。はい、何それ。2人がそれぞれ1つのビー玉を手にして、目標のところに一番近い人が勝ちとなります。はい、ちょっと説明が下手なんですが、うん、やってみないと分かりません。はい、こちらの壁に一番近くビー玉を投げられた人の勝ちです。でも壁についたら負け。え、ギリギリどこどこ、ギリギリのギリギリを攻める。はい、ビビりすぎて、はい、遠すぎてもダメ。はい、どこどこどこなの。おっさいビーダーはどこだよ。どこだよ。そう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 、どこ、何やってるの。これで勝負が決まります。お菓子欲しい。でもお酒よりお菓子愛はすごいぞ。じゃあやっていこう。はい、先攻後攻じゃんけんでもする。うん、4、5、6番何をするってことで、何やってんの、ターニング。いきます、僕には作戦がある。待って、456番、それ不正じゃないの。全然不正じゃない。そうやって道しるべを立てて、なんかこうやってガードして やろうとしてんじゃないの。僕です。何をしてるかしら。何それ、反則じゃないの。全然マックス、めちゃくちゃ強くね。踊んな。おい、お、でもこんな感じの距離結構近くね。なるほどね、あんたやっぱりチキンなのね。全然遠い、全然離れてる場所にビー玉なんて置いちゃって。ビービー、私が早速やっていくわ。何のボールでいくの。私はちっちゃいビー玉でいくわ。絶対雑魚じゃん、食べてどっか転がってくるでしょそれ。何するわこれは。いいんだよ、私のお姉ちゃんがいなくなる前に。まずいねえよお姉ちゃん。お姉ちゃんがいなくなる前にお姉ちゃんが私にくれたビー玉。いらないって。すぐやりそう、よくわってわ。あんたの戦いは終わってんのよ。さっくん配ってくれてるでしょ、そのビー玉絶対。持ち込み禁止だもん。このビー玉にはお姉ちゃんの魂が宿ってる。勝ち。あ、滑り止め何やってるビー玉削ってんだよ。何の時間これ意味ないでしょ。バレバクリこいつ。バレバクリだ。そこに止めるっていう作戦。そうよ、私は456番と違ってバカじゃないのよ。通り越していったら面白いけど。そこに止めるっていう作戦か。私は456番と違って頭が働くの。早速やっていきたいと思うわ。最後の勝負行くわよ。はい、お姉ちゃん助けて。やばい、やばい、やばい。待って、え、これ利用するのあるの、机の足。これイカゲームが用意した建物だからありだわよね、スタッフ。はい、ほら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 。あということで、この勝負067番勝利です。ありがとうございます。やっぱりお姉ちゃんを見てるんだわ。殺せ456番なんて。こいつは不正までして。
背中しか見えてない。はい、ありがとうね。4、5、6番死ぬ姿一度見てみたかったのよ。楽しみ。失格。ということで、数々のお菓子がたまりました。このお菓子を手にするのはお願い、私、お願い、私、お願い、私、067番、あなたです。うわー、俺のだ。あんたも死んだはずでしょ。何で生きてるの。お前を殺したいの俺は。いや、全然違う。何その物語、勝手に作らないで。やったー、ありがとうございます。はい、ということでイカゲームのゲームで3本勝負やってみたんですけど、どうでしょうか。楽しかったです。楽しかった。イカゲームの人たちがどれだけスリルを持っていて、どれだけね、苦痛な思いをしてこのゲームに参加していたのかが改めて実感できてとても良かったと思いますので、またイカゲーム見直したいと思います。一から皆さ ん見たことあるの。こんなことやってるんですけど、2人とも見たことありません。はい、見たことあるから。でもまあ全部見たことないので、この後見たいと思います。はい、はい、ということでね、あのこのゲームマジで身近にあるものでできるので、うん、皆さんもぜひ友達とこういうね服着てハロウィンなのでね、やってみてください。はい、あのね、学校のジャージでもいいと思います。学校のジャージで、まあ、一緒に勝手抜きやろうみたいな感じでやってます。でも俺の学校にいてよ、ここになんかさ、ガムテープなんかさ、書いてさ、今流行ってるかな、数字書いて、へぇ、ということでね、皆さんもぜひやってみてください。はい、ということで、こんな感じで終わりたいと思います。この動画は、いいと、ドラッグ、高評価、チャンネル登録、コメント、よろしくお願いします。バイバーイ。お先に失礼します。ハロー、みずきです。ゆうちゃん、うさぎになるよ。ぴょんぴょん、にゃー。